病気を持っている人が就職の面接するときに絶対に言ってはいけないこと、僕の経験上ですね、これを伝えると採用の確率がぐっと上がったっていうのはあります。どうもリンカーン中村です。さあ今日はですね、病気を持っている人が就職の面接するときに絶対に言ってはいけないことというテーマでお話しさせていただきます。ではこちらが今日の目次になります。まずそもそも面接のときに病気を伝える必要があるのか、そして病気を伝えるときに絶対に言ってはいけないことで、逆に何を伝えればいいのか、このような内容でお話しさせていただきます。まず病気をそもそも伝える必要があるのかというところです。まあ僕自身もですね、転換を持っているということをですね、伝えていた時期と、まあ伝えなかった時期、それぞれあるんですけども、まあその両方のパターンがある中で、やっぱり伝えた方がいいなというふうに思っています。で、まあなぜかというと、まあ伝えることによって得られるメリットの方が大きいかなと思ったからです。では伝えることによってどんなメリットがあるのかというとですね、まず何かあった時に対処してもらえるということです。自分はこういう病気を持っていて、こういう症状が出ることがあります。そうなったらこのように対処してください。まあ、そのようにですね、あらかじめ伝えておくことで、職場の人にも対処してもらえる、対応してもらえるというところがまずあります。次にですね、まあ、頑張れるというところもあります。まあ、病気を持っている上で雇ってくれた。だったらこの人のために、この会社のために頑張ろう。そういうふうにですね、僕は思えるようになりました。そして僕はこれが一番大きいかなと思っているんですけども、まあ、もやもやが少ないということです。これは病気を伝えないで、仕事を受かった場合なんですけども、結構もやもやを抱えて働くことになっちゃったんですね。まあ、どんなもやもやかというと、例えば今、転換の発作が出たらどうしようとか、みんなびっくりして対応困るだろうなとか、転換の発作が出たら仕事を続けられるかな、そういうモヤモヤを常に抱えながらですね、働かなければいけなかった、というところが僕は非常に辛かったので、転換を伝えたことで、まあ、そのモヤモヤは軽減された、というのはすごい大きなポイントであります。まあ、以上が病気を伝えるメリットとして僕はあると思っています。ではですね、病気を伝える、そうなった時にですね、絶対に言ってはいけないことというのがありますので、そちらを紹介させていただきます。何を言ってはいけないのか、それがこちらです。自分の病気を悲観するということです。これはですね、僕も実際行っていたんですけども、よくありがちなのが、大変エピソードを話すということです。僕の場合だったらですね、転換の発作が出て救急車に3回乗ったことがあります。とかですね、転換発作が出て2段ベッドの上から落ちたことがあります。そして死にかけたことがあります。そういったことをまあ話してしまうというパターンですね。まあ、あとは、まあ、この病気がなければいいのになとか、そのように悲観をしてしまう。これがですね、なぜいけないのかというとですね、まあ、面接をする人がですね、見ているキーポイントとして、これがあります。まあ、人間関係ですね。まあ、結局仕事は、まあ、人と人の部分が多いので、まあ、その人がどんな人間なのかというのはですね、よく見ている、そう思っています。まあ、この人が今の職場でうまくやっていけるか、輪を乱すような人じゃないか、そういうのをですね、結構見ていたりします。で、まあ、そういった時にですね、自分のことを、まあ、悲観する、そんな人がですね、果たして人間関係うまく構築できるだろうか、果たして会社に貢献してくれるだろうか、まあ、そのようにですね、疑問符がついてしまうんですね。まあ、悲観せずに何も言わなければ OK か、まあ、自分の病気のことを伝えるだけ、それだけで OK かというと、そうなってしまうとですね、相手が持っている病気への印象次第になってしまいます。まあ、自分が持っている病気を伝えたところで、その人がどういう印象を持っているのか、それ次第になってしまうんですね。まあ、僕の場合だったら、転換を伝えたことで相手の人が転換に対するイメージ、まあ、例えばニュースで見て、転換を持っている人が事故を起こしてしまった。だからちょっと危ないのかな。まあそういうふうに印象を持っていたら、もうその時点で、まあそれはちょっと難しくなってしまう。そんな感じです。で、これはですね、まあ逆パターンももちろんあるんですけども、まあ、例えば僕が以前あったのが、面接の時に転換を伝えたら、面接官の人が、まあ、友達で転換を持っている人がいるよっていうふうに言ってくれて、全然悪い印象を与えなくて、そのまま採用してもらった。そういうケースもあります。まあ、なので、悲観せずに何も言わないというと、もう相手の印象次第になってしまうので、まあ、五分五分、それぐらいの確率なんじゃないかなと。まあ、結局はですね、あなた自身がどういう人間なのか、ということの方が大事だったりするので、まあ、面接の時にはですね、そこをぜひ伝えてほしいと思います。そこで、面接の時には何を伝えればいいのか、なんですけども、僕のまあ、経験上ですね、これを伝えると、採用の確率がぐっと上がった、というのはあります。それがこちらです。経験や思いプラス貢献。まあ、これどういうことかというと、自分が病気になって経験したこと、そこから感じた思い、それにプラスですね、今の会社でどういう貢献ができるのかを伝えるということです。まあ、例えばですね、病気になって大変なことしかありませんでした。って伝えるのではなくて、病気になって大変なことを経験したということで、感謝の気持ちが芽生えました。感謝することの大切さを知りました。なので、職場の人、お客様に対しても、感謝の気持ちを言葉で示せるようにしていきます。まあ、このように伝えるんですね。他にもですね、病気になって人の痛みや苦しみを考えれるようになりました。なので、大変な思いをしている人がいたら、一緒に寄り添っていきたいと思います。まあ、このように伝えるんですね。まあ、そういうふうに伝えることで、まあ、相手にですね、あ、この人、
病気を乗り越えてるんだな、受け入れてるんだな、というふうに思ってもらうことができます。で、そう思ってもらえるとですね、この人頑張ってくれそうだなという印象を与えることができるんです。実際ですね、僕が転換を伝えるときにですね、言ったことがあります。それがですね、転換を持っています。だけど、そこから得た経験や思いを伝えることで、社会にこれから貢献していきたいと思っています。そういうふうにですね、伝えたんですね。面接中だったんですけども、素晴らしいですね、と。ぜひうちで採用したいと。こういうふうにですね、言ってくれた会社があります。まあ、このようにですね、病気を持っているかどうか、というところではなく、その病気をどう捉えているのか、そしてあなた自身がどういう人間なのか、というのを伝える方が、よっぽど僕は大事だと思っています。なので、面接の時に、病気を伝えるのであれば、病気になって得た経験や思い、プラス、そこからどんなことで貢献ができるのか、というのをぜひ、伝えてほしいと思います。では、まとめです。まず、病気を伝える必要があるのか、対処してもらえる、頑張れる、モヤモヤが少ない。まあ、こういった点から僕は、病気を伝えた方がいいと感じています。次に、絶対に言ってはいけないこと。それが自分の病気を悲観するということです。自分の病気を悲観してしまうことで、人間関係の構築や会社への貢献、まあ、そういった面で不安を与えることになってしまいます。では、何を伝えればいいのか。それが、病気になって得た経験や思い、そこからどんな貢献ができるのか。それを伝えるということです。病気を持っている人で、これからまあ面接を受ける仕事をしたいという方はですね、ぜひ、面接するときには、これを意識してほしいと思います。といったところで、病気を持っている人が就職の面接のときに絶対に言ってはいけないことをお話しさせていただきました。まあ、僕もあるんですけども、なかなか仕事が受からないというのは辛いんですよね。まあ、経済的にもメンタル的にもかなり疲弊していきます。でもその辛いのを変えるのはもう、未来を変えるしかないんですよね。自分で自分の価値を低くする、まあ、悲観するということはせずに、自分自身で自分の価値を高めることで、辛いを楽しいに転換していきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、ぜひ SNS などでシェアお願いいたします。また高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。